平尾三つ目は日本の男子バスケットボール選手である。ポジションはポイントガード。徳島県出身、茨城ロボッツ所属。兄弟がミニバスケットボールをしていた影響で6歳からバスケを始める。ミニバス時代から全国大会を経験し、徳島市立南部中学校時にはジュニアオールスターに選ばれている。2005年4月、明徳義塾高等学校へ入学する。 一学年上の先輩にファイ・サンバが一学年後輩に中島良子がいる。一年時よりベンチメンバー入りしインターハイとウィンターカップに出場。二年生時よりスタメンになり2006年ウィンターカップでベスト8。三年生時に高知県選抜のメンバーとして国体でベスト8。国体でのチームメイトに小原良子がいる。2008年天理大学へ進学する。 再びファイ・サンバとプレーする。2011年インカレ3位。理想100杯には2010年2011年と2年連続で選ばれ、特に2011年は関西の大学から唯一選ばれている。2012年、大学を卒業後パナソニックトライアンズに加入する。2013年1月の天皇杯で優勝に貢献したものの、チームは1年で休部となった。 2013年オフ、東芝ブレイブサンダース神奈川に移籍する。NBL2013 から14シーズン優勝に貢献したものの、篠山竜青や山下康弘の前に出場機会は限られた。2014年オフ、広島ドラゴンフライズへ移籍する。アシスタントコーチの大野氏は、パナソニック時代に指導を受けた関係にある。この年から NBL に参加する広島において、 初代キャプテンを務めた2016年バンビシャス奈良に移籍。2017年茨城ロボッツに移籍。2020から21シーズンには2019から20シーズンまで3シーズン連続でキャプテンを務めたマニワ情勢に代わってキャプテンを務めることとなったありがとうございます